ジェド調子良さそうだなええ、アンチフォンスロットも随分解除が進みましたなあそのアンチフォンスロットってのは食らうとどんな感じなんだそうですね全身に重りをつけて海中散歩させられている感じですかねつまりってえー、と体が重いってことか実例的に分かりやすく説明したつもりですがその通りですうん しかしラルコだっけかまあ運がなかったよなあんな奴にやられるなんて面白いことを言いますねルークあの時どこかの王族が人質になったりしたせいで私はこんな目に遭ったのだと思いましたがそそれはなんならあなたもアンチフォンスロットを食らいますか <laughs> 国家予算規模なんだろそんなもったいない遠慮しなくていいですよ私が陛下に掛け合います どうぞあなたは思う存分、海中散歩気分を楽しんでください。なあ、ご、ご、ごめんって悪かったから勘弁してくれ